よいしょ。入ってるかな。もう今後はもうちょっと、三脚とか全部頭にまカメラとかいろいろ使って、あとマイクとか使っていって行こうと思うね。オープニングとか別になんかそういう感じじゃなかったんだね。いろいろチャンネルを多岐にわたって作っていったりとかしていこうかなと思ってます。初めからやっとけと思うんだよね。そういうことで、もともと俺はもうこううつ病、双極性障害、パニック障害、転換とか統合失調症とか精神疾患の人に俺なりに、まあ俺自分の日々生活やなをしつつ届くかなと思ってやってたんですよ。もともと自殺のついての動画とかにジャンルとしてはそういう感じだから、メンタル的に病んだ人に向けて自分もとの、それすごいことですよ。だから自分がさ言っていくと人に向け、人には届くはずだと思ってやってたから、それでもなんかスーパーになるとちょっとこうそういうことじゃないじゃん、いきなりバズるみたいな違うんで、意識が違うんだよね。だからとにかくそれだったね。だからいつかバズろうと思って意識でスタートしていくと、まずそういう動画になっていくんだねと思うね。でとにかく自己発信をしてた、死なないためにっていうのは、それがうつ病だったりこう精神疾患、転換、パニック障害、双極性障害、統合失調症だったり、こう精神的にアルコール依存症だったり、いろんな人に絶対こう届くと思ってとにかくやってた、自分の発信をしてました。それでね、加藤霊みたいに伸びねえと、だから加藤霊とか見てマジで、まあ、うつ病のチャンネルが多かったりとか自殺についての YouTube 多かったりとかで、それを機にそっから始めとうと思ったんだね。やっぱり自分も相当うつ病と双極性障害で、メタメタになったので、マジでとにかくもうめちゃめちゃ器用にできねえ、亀みたいですよ。ただ目的がなかったですよ。というのはいっぱいいっぱいだったから、俺なりに自分なりにこうもう伝えていくということにいっぱいいっぱいだったから、初めはヒカキンみたいに器用にはできねえ。ヒカキンやめぐみんさんのスタート地点でもう YouTube としてこうこうこうしていくって、まずスタート地点がしっかりしてるわけです。ヒカキンやめぐみんさんわけですわ。で俺のスタート地点と思えば、もううつ病と双極性障害、自分のうつ病双極性障害を安定させることを目標にしてて、それをまあつい自分の発信かつ人に届けばいいと思って、しかももう編集も下手くそだから、ただこんな形になっちゃったわけだけど、でもね、でもうつ病と双極性障害だったり転換だったりパニック障害、統合失調症、アルコール依存症、とにかく伝わる内容に全部なってますから、全部なってるという、それはやってきて意味あったけど、ただし加藤霊みたいに伸びなかったということですよ。だからこううまくないんですよ、加藤霊みたいにうまくねえ。それでだんだん悩み始めたのはこうビックスだったりちくわだったり、とにかくナイス達也だったり、上手い人が、表現が上手い人たちがいる中で、もう勝手にやらすときゃいいじゃないかと思う。勝手にも面白いし、見てるだけで面白いからさ、勝手にもう見てるだけで面白いじゃん、はっきりすごいし、ああ自分の現場持ってんだなと思ってね。だからヒカキンと鬼滅の刃が世の中を勝手に良くしてくれると思ってるかって言ってたから、もうここまででいいかなとはあったね、あって、だからこうですね、そこだけだったね俺はね。で何か一番のスタートは自分の考えと感性を表現していくことによって助かるということがだったね。で目標としてのうつ病と双極性障害を安定させるという目標は寛解させるところまで行きましたよ、正直言って。だからもしかしたら後々にだから段階踏まなきゃいけなかったと思うんだよね。だからうつ病がどう苦しいかみたいなことでこう段階踏んで話してきたわけですよ、僕は。自然とだんだん踏んで、それが今病んでる人が
うつ病だったり、とにかく悩んでる人、双極性障害、とにかくやたら何か悩みを持ってる人が辿っていくと元気になっていくような、感じになっていると。気づきがあるっていうか、自分の発見があるようにしてるわけですわ。まあ、それはできたけど、お金にはなんなかったなってことで。で、それで考え方が変わってきたのは、前置き長って、長いって前置きがね、正規早いね。正規みたいに急じゃねえんだよ、だから。だからね、だんだんを見ていくと、なんか寝っ転がって、うつ病で寝っ転がってて、だんだん見ていくと、なんか元気になってたみたいな、そういう動画を投稿してた。だから、だんだんこう、その届くようにやってた。それなかなかこう、見てもらえないけど、まあいいやと思ってね。まあ一つ段落はついて、一つ、僕の目的は長かったけど、そうだった。あとは次は、実はもう、そうだね、前置き長なんだけど、前話した通り、正筋と、こう、5チャンネルの、今の、昔の2チャンネルね、今の5チャンネルのダルマって、意識の差だけでっていう、ダルマって人は、こう、まあ、うつ病ですよ。で、引きこもりになって、首吊って死んじゃったけど、そこは実はちょっと強引に捉えたときに、意識の差だっていうことを話したわけです。それが、だから、前の動画ね。で、そしたら、ヒカルくんと、関心、まあ、だから難しいのは自分のしたいことを、はい、やっぱ喋る、やる、楽しいなわけで、目的がね。再生数稼ぎもあるんだけど、まずそこは段取りであって、じゃ今度はもう、うつ病と、メンタル疾患のことは大体済んだので、大体話したわけです。人の悩みとか、僕なりに、こう動画にできたので、もうそれはそれいいんですよ。で、今度は伸ばしていく方にやっぱちょっとしていこうかなと思って。で、こう、ヒカルくんと関心は同じと、関心は同じだと、もう、意識の差に過ぎないっていうことで、そこは何がどう違うのか、いや、そんなこと一緒なわけないじゃないかとか、人は言うわけですね。うつ病だし、パニック障害持ってればいいね。こう本当に癒していけばいいし、そんな一緒じゃないよっていう意識の差がある。意識は一緒。意識っていうか、そうだね。そういうことで考えたのは、感じたっていうことですね。っていうのは、やっぱり、こう、柴田がすごかったなっていうので、今最近柴田、シャムさんが復活して、だから、ヒカキンとシャムさんは同じだっていう、意識の差が違うってだけで。そう、意識の差が違うっていうのは、考え方と現場を、自分の現場をどう展開していくかの自然で地道さが違ったってことですね。だから、自分の今があるっていう、今この現場からの態度が違うってだけだったわけです。ヒカキンとシャムさんは、こう、同じだった、逆だったかもしれないね、言う人いるんだけど、最近シャムさん復活して、シャムさんがどこをしていくかっていうの、関心もそうだ、どこをしていくかっていうと、今、ここの現場、今生きてるここ、現場、呼吸してる今、人からも評価されねえ、認められねえ、お金もねえ、借金だらけかもしんねえ、でも今、現場、生きてる、こっから、ってこと。だと、そういうのが、もう、ヒカキンだと、分かってたという、なんか、嗅覚で分かってる人だから、マジで。めぐみさんだったり、そういうところですね。嗅覚で分かってるっていう、そこで。だから、ヒカルくんもですよ。だから、どっかで逃げてた自分がいるって分かってるから、そこ、逃げてた自分が過去はあるけども、攻めきでいける。だから、自分の経験は無駄じゃなかったってことで、何かこう、ですよ。失敗した経験をこう、一つの、心の落ち着かせどころにしてね、そこから攻めていくみたいなことが、だから、心の落ち着かせどころにしてね、そこから攻めていけるみたいなことを、やっぱりどっかで分かってやってると、感性で、しかも感覚でやってるのはヒカキン、セイキンたちかなっていう
かなっていう、だから攻め気になれるんで、光くんは自分が分かってるからってことで、柴田がすごいのはどっかでこのまま、あの若い時にこのままではいけないと思ってやったんだろうなと思って、ガンガン行ったんだろうなと思うのがすごい、もう行くしかないなと思ったんですよね。っていうのが分かってなかった。柴田のすごいところってそういうところで、もうガンガン行くしかないなと思ったんですよね。だからお金とか地位とか名誉とかじゃなくて、もうどっかで感覚的なところで思ったんです。だから強かった、だから強いんですよ。だからね、そういうことだね。そこはすごいことですわ。そしてやってピコ太郎のことも、最近 YouTube でピコ太郎見てますかってことなんだけど、100万再生させようが1000万再生、5億いこうが、あの人はもう動揺もないし、バズ動画、あの人はオンリーワンだから、そういうとこだね。ジャスティン・ビーバーみたいな人気者でじゃなくたっていいんだよ別に。でも一時のブームとかそんなことはどうでもよくて、自分で踊り踊ってさ、その本当に自分のそういうところが、自分で楽しんでっていうことを YouTube っぽかったし、ピコ太郎ね、ガンガンオンリーワンで自分で行くんだよ。自分のね、面白いと思ったものをドーンずっとやっていくだけっていうぐらい、あの今のピコ太郎がすごいのかもしれないと思ったね。それぐらいだからブレないよね、何か打ち込まれないよね。で、現場があると打ち込まれても平気だねと。だからそういう意味で柴田はもう本当にこう、家から、自分の家からずっとやってる感が柴田ってすごいあるんだよね。昔から自分の部屋から始めてる感があって、あ、それをやんなきゃいけないと思ったんでしょうね、もうね、もう。で、家がなくても今現場、ここ今からスタート、今ここに生きてる、呼吸してる自分からスタートする、自分の考えと感性からどういう立場でも関係ないってことだね。で、特になくなってくると、もう攻め気が分かってくる、意識の差だけっていう。だから前話したのちょっと回りくどくなったかな、でももう前話した通り、まあそういう感覚で持ってる人っていうのはピコ太郎とか柴田なんじゃないかなと。もうだから結構失敗しまくっても、自分の現場があるからガンガンいけて、自分の YouTube だブログであるからガンガンいけてしまう個人の、もうそしたらそういう攻め気の、自分の失敗したことによって自分の弱い弱点を分かっちゃったから、弱点のエリアを現場として作って、そこから無理なくもうこう自分の自然体で裏表なくてスタートしていくっていう時代が、だから柴田の強さってそういうとこあるんじゃないかなってことだね。本当に遅いよね、みんな分かってた。だからそういうことやね。ガンガン実は引け目にさせられてんじゃないかとか、もっとすごい攻め気なんですよね。だからすごくそういうヒカキン世紀も実に自然に、で、とにかくヒカルくんも、最初柴田もヒカルだけどね、みんなヒカル、名前もヒカルに変えちまえばいいのかなみたいな感じに改名してみたみたいな、そういうぐらいのノリだよね。俺はうつ病と双極性障害だから安定して寛解したけど、前提でやっぱスタートしていくのが俺やと思ったわけですよ。そうなりゃもう状況がもやがかかってこう分かってる、同じ現場をみんなそれぞれ持って、違う人それぞれ自分の現場持ってんのにもやかかってるみたいな感じで首吊ってしまったりとか、やっぱそれでこうめちゃめちゃに利用されまくっちゃうと、まくり利用されまくるだけで、シャムさんみたいにボコボコにされると、さあね、もうね、なった時にそれぞれの現場があるのに、なるけど、ヒカル君と関慎吾は全然一緒っていうのは、もう意識の差って、そこに弱気になる、今、あ、現場あるじゃん俺と思うだけが、で一緒って言い分なわけでですよ。でそこでちょっと攻め気になってみよう、今のとにかく今の現状で攻め気になるとすごいできるじゃないかみたいな、で俺は関慎吾だみたいな、だから攻めのそのあれだね、で調子乗らないと思うんだよ、調子乗ったら失敗するよね。というのは自分のこう本当に弱いとことか認めつつ、こう現場作ってこう自分の家から発信したいと、自然じゃないかと思うんで。っていうかもういろいろ家庭問題ってみんなある、借金問題であったりとか、体の病気の問題といっぱいみんなあるけどね、結局そういうことですよ。
もう自殺するしかないなって時に自分の考えとか感性をふと出すしかないってことだったりっていうか、もう出した時に力が入るのに死んじゃうとか多すぎるっていうね。何かっていうとこう多すぎるね。まあそんな感じですわ。意識の皿っていう意識が持てばいいじゃない。なんでだから正規とはまた違うけど、光とはまた違うんだけど、でもこう自分の現場からこうだっていうなってくると、展開力が出てくると逆に違う道になってくるんだけども、もうパニックになってあたふたすると、パニックになってあたふたするとこう自分の現場が見えてこないから、自分の今の現場、今の発信してるこう自分の発信地が見えてこないから、そういうのって冷静な人って攻め気になれるんだよね。分かってるから自分のってことですね。意識がの差にだけに過ぎないと、そういうことですわ。もうそれだけ。もうなんかこうまとわりつかれまくってんのに分かってなかったり、利用されまくってんのに分かってなかったりとかがあるよね。そういうのを落ち着いてこう展開していけば、もうまたヒカキン、セイキンたちとはまた違った、ヒカル君たちとはまた違った、また自分の展開が人っていうのはできるわけですよ。そんなことはないみたいだけど、逆に言えばこう本当にそうなんだから、本当になんで同じ話してんだと思う。やっぱりやっぱりね、こうヒカキンの裏返したシャムさんでとか、ヒカル君のヒカルのね裏返せばその赤心だとかって、実際そういう感じもするわけよね。って時にもうちょっと状況を落ち着かせて攻め気を持てば、全然なんだネガティブな、心もさ、自分の攻め気になれるんじゃんっていう、ネガティブな心が攻め気になる、なんだ自分はいてこまさせられるだけじゃないんだってことは分かる。ただ逆算的すぎるんだよね、暗すぎるんですよ、発想の持っていき方が。だからそれはあるね。もうちょっと受けてくれよかったんだけどね。まあもうちょっと頑張れってことでしょうね。もう僕も。もうちょっとだからうつ病の動画とかほったらかしにしてるんだけども、していくんだけども、もともとの目的がそうだったから。自分のこう日々生活を整えるってことと、うつ病と双極性障害だったり、こう、だから精神疾患、わっとこう人に対してやっぱ向けていって、そしてこう、自分の発信もする、人も助かるみたいなことをやってたかったんですよ、もともとね。それまた次の目標にしていっていいかなというのが正直な感じかな。それでももう、どっかで人はもうは、やっぱ柴田がすごいのは、どっかで光がすごいのは、ドーンとああいうふうに出ていかないかんときがやっぱ人ってあるんですよ。これずっといじめられるなと思ったら、これいじめられ続けてるなと思ったら、どっかで自分の現場からの、自分のところから、ちょっとドーンと出るしかないなみたいなところがやっぱりあるんですよね。それをこう柴田はこうもうほとんどこう昔、もうめちゃめちゃ昔からやってたことによってすごいことなんじゃないかなと、そういう意味では自然な、ある意味もう本当にまた評価が、先になると変わってきてんじゃないかな。ただね、こう自己顕示したかっただけじゃなかったっていうのが見えてくるよね。そういう社会においてそういう態度をもう発信すると、態度を一つの不退転なところでしなきゃなんないっていう時が人って来るのかもしれない。ですごくなるとかじゃない、それはバズった偉いとかじゃない、 100万再生1ミリを目指すけどね、俺もね YouTube ですよ。もう本当に自分の自然にやっていか、個人発信にやっていかさせてもらうけどね、自然にね。でもこう自然で緩くてこうもうピコ太郎みたいに不動な心っていうのはああなんじゃないかな。分け隔てなく、そして自分そのものだから、裏表がないから、政治とかスポンサーに負けないだけの個性っていうか、そういうことになってくると思うんですよ。僕は芸能人目指してないけど、それで個人発信っていう意味でもどんどんこうもう自然に地道に自分の、ね、日々生活でやっていきゃ、自分の現場からスタートしていいなっていうことを思いますね。まあそんな感じですね。長。多分30分ぐらいになってんじゃない。まあいいや。まあいいや、本当に。でももう、落ち着かせつつ攻めていくという意味では、俺は、
落ち着かせていきつつ攻めていくという意味では、こう、うつ病、双極性障害だったからね。そういう意味ではベースをしっかり作ってやってってるわけですよ。もうもみくちゃにされてボコボコにされるわけにいかんからね。自分の攻め方をね、落ち着かせて丁寧にやっていくしかなかったのかなと思う。こう双極性障害でバカみたいにドーンとかなってって、普通のコミュニケーションが取れないですからね。そうなってくると、まず癒してからだったのかなっていう感じがすごくしますね。まあそんな感じです。ギャグなしかってことでね。まあそうだね。結局どこまで出ていこうかなってことで。じゃあ、ガチで1ミリオンの100万再生、1000万登録 YouTuber 目指すってなってたら、そういう意識になってくるかなって思います。それでは。では。それでは、ではでは、それでは。人寝てんだよね。だから、あんまりうるさく、こんな狭い部屋でね。まあまあ、こっからでも現場ですわ。それでは、ではでは、それでは。